はい。こんにちは、レトスノーノです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。勉強はしているけど、実力が上がらない。そんなお悩みはないでしょうかお悩み相談のトップ3に入るご相談の内容です。これの根本的な原因は、市販の解説書や過去文集の解説、さらに予備校で教えてもらえる内容、通信講座の教材も含めて、解説がわかりにくいことが挙げられます。具体例があったらもっとわかりやすいのに、 考え方、答えの導き方が書いてあったら応用問題も解けるのに、そのように思ったことはないでしょうかこれらが書いてないから、専門書やネットで調べて理解をする必要があります。もちろん時間はかかりますが、これをやらないと合格するのは難しいので、専門書などで調べましょう。でも、この時期になると調べる時間がない、といった方も多いはずです。そのような方のためにあるのが、短期集中実力アップ講座です。 短期講座の解説には理解すべき部分まで記載しています。具体例や考え方まで記載しています。だからこそ中卒で法律知識が全くゼロという方がたった3ヶ月で一発合格できました。今日の24時までが最安値価格です。調べる時間を削減して今年絶対合格したいという方はぜひ短期講座お申し込みください。 短期講座の概要については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからぜひご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。A は B に対して、人の生命または身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し、B は A に対して貸金債権を有する場合、B は貸金債権を自動債権として総殺することができる。丸かツかと。 いう問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、答えは、えー、相殺することできませんので、ツですね。この問題を苦手とする人、えー、多いんですけれども、理解すれば簡単です。人の生命または身体に危害を加えた加害者から相殺することはできません。もうこの事実だけ覚えておけば、解けちゃいます。で、これ許すとどうなるのか え、本問では B は A に対して貸金債権を有しています。つまり、お金を貸した方が B さんで、お金を借りた方が A さんなんですね。で、もし、加害者から相殺できるというルールがあったらどうなるか。この場合、貸主 B が A に対してお金を返さないなら、ぶん殴ってチャラにしてやるよと言って殴ってしまうことができちゃうんですよね。そうすることで被害者、 A さんは損害賠償請求権を得ることができるんですけども、B の有する貸金債権を持って、総裁することができちゃうんですよね。でそうなってくると、世の中、もうおかしくなりますよね。暴力が溢れてしまって、まあ、社会秩序が乱れてしまいます。だから、これができないようにするために、加害者からは総裁できないというふうなルールにしてるんですね。つまり、本門の場合、B が加害者です。 よって、加害者 B からは相殺することはできません。ちなみに問題文で言うと、A が損害賠償請求権を持っているということなので、A が被害者。被害者は損害賠償請求権を持ちますよね。逆に B が加害者ということがわかります。まあ、このルールっていうのは、被害者を救済するために、きちっとお金を払うようにするためのものです。まあ、理解すれば簡単です。 短期講座ではこんな感じの解説を行っております。まあ、具体例使ったりとかしていくと非常にわかりやすいですねえ。考え方をしっかり理解しておきましょう。では問いにですね。A が転売目的で反復継続して、えー、宅地を購入する場合でも売り主が国、その他宅地建物取引業の適用がないものに限られているときは A は免許を受ける必要がない。丸かツかという問題です。 答えは×ですね。A は免許を受ける必要がありますで。A は宅地を不特定多数のものから反復継続して購入するわけですよね。今回、国とかその他宅建業の適用がないものから、まあ、地方公共団体とかなんですけどもそういったものから購入する。つまり、国。 地方公共団体って限られていたとしても、まあ、たくさんある、いるわけですよ。まだ、あ、地方公共団体以外にも、宅建業法の適用がないものっているんですよね。住宅供給公社だったりとか、まあ、いろいろありますので、結局はこれ不特定多数になるわけですよ。従って、宅地建物取引業を行うということになるから、A は免許が必要だということです。で、国自身は例外なので、宅建業を行う場合も、宅建業の免許は不要です。 国自身ですね。あと地方公共団体。地方公共団体自身も、宅建業の免許は不要だけれども、国とか地方公共団体とかと取引するものは例外ではないんですね。なので、宅建業を行う場合は、免許が必要だということです。で、これくらいで引っかかっていてはいけないんですね。これ考え方をちゃんと知っていて、それを使うことができたら、これ絶対引っかからないんですよ。この1点っていうのは重要なんですよね。 ここで引っかかっていって失点する方っていうのは、引っ掛け問題でもう3点4点も失点するんですよ。で、そうなってくると大体不合格なんですね。で、引っ掛け問題に引っかからないためにも、考え方、解き方を頭に入れる必要があるんですね。つまり理解学習をする必要があるということなんですよ。だから短期講座では、そういったところをお伝えしてるんですね。合格するためにはちゃんと考え方、解き方をしっかり頭に入れる。そうすれば、 引っ掛け問題に引っかからないようになる。だから合格点を取ることができるっていうことなんですよ。いや、そういったところを短期講座ではお伝えをしております。で、問いさんです。市町村は都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。丸かツかという問題です。え答えは、これ。誤りですね。市町村が都市計画の決定をしようとする場合、 あらかじめ都道府県知事に協議するだけでよく同意を得る必要はありません。なので今回の問題文はその同意を得なければならないとなっている点が誤りです。まあ、この点は基本的な部分なんでしっかり頭に入れておきましょう。そして初めにもお伝えをした通り今日の24時までが短期集中実力アップ講座の最安値価格となります。明日になると値上げとなるので注意してください。短期講座の解説には他の予備校や通信講座と異なり 理解すべき部分まで記載しています。また具体例や考え方まで記載しています。調べる時間を削減して、今年絶対合格したいという方はぜひ、短期講座をお申し込みください。短期講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。